ミチェル・アブレイユ・マルティネスは、キューバ共和国マタンサス州マタンサス出身の、元プロ野球選手。ウトを右打ち、愛称は、アブちゃん、または、アブさん。1994から1995シーズンから2001から2002シーズンまで、セリエナシオナルでベースボールのココデリロスでマタンサスに、所属。最終シーズンには、自己最高の打率。356。 本塁打二23、打点82オプス1.115で、本塁打王のタイトルを獲得し、MVP を受賞した。8シーズン通算では打率、315、本塁打115、打点432の成績を残した。野球球場代表の一員として1999年に日本を訪れている。同年3月28日と5月3日に、 開催されたボルチモアオリオールズとの親善試合には出場はしなかったがメンバーに入り11月の第14回インターコンチネンタルカップに出場した。しかしこの年以外は A 代表としてプレーすることはなかった。オレステス・キンデラン引退後の小一類種にはケンドリー・モラレスが定着した。2004年2月にボートに乗ってキューバから亡命しメキシコへ渡った。 メキシコで数ヶ月過ごしたが、在留資格の取得に必要な書類を入手することができなかった。代理人を変更し、亡命から18ヶ月後の2005年9月に、コスタリカで居住権を確立した。2005年9月8日に、MLB のボストンレッドソックスと契約金42万5000ドルのマイナー契約を結んだ。しかし1999年のオリオールズとの、 親善試合における選手名簿には1975年2月8日生まれと記載されていたことが判明し年齢を4歳偽っていたとして同月29日に契約は無効とされた2006年1月にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだこの年は AA 級ビンガムトンで111試合で打率332本類が17 打点70を記録し、首位打者のタイトルを獲得した。しかし2007年は就労ビザの期限満了による居住権の問題から、試合に出場する機会を逃してしまった。2008年は、シーズン序盤から、AA 級ニューオーリンズでプレーしたが、MLB への昇格は果たせなかった。2009年は、AA 級バッファローに所属、シーズン中に骨折して56試合で打率。 228、本塁打4の成績に終わり、このシーズン限りで契約が解除された。同年シーズンオフにプレーした、プエルトリコのウィンターリーグでは36試合で打率。351、本塁打12、打点42を記録し、MVP を受賞した。2010年と2011年は、メキシカンリーグのタバスコキャトルメンでプレーし、 2011年は101試合で打率339本類打21打点82を記録した。2012年はモンテレイ・サルタンズに所属。108試合で打率371本類打29打点106オプス1.153を記録し、本類打王と打点王の2冠に輝き、MVP を受賞した。 2013年2月9日から日本プロ野球の北海道日本ハムファイターズの春季キャンプで入団テストを受け2月19日に日本ハムへの入団が発表された同年3月29日のシーズン開幕戦に6番指名打者として先発出場シーズン第3戦の3月31日に完封まであとアウト一つまで迫っていた 戸亀県から日本での初本塁打を記録した。その後は中田翔と共にクリーンナップの一角を担い、8月21日に中田が左手を骨折して離脱した後は4番に座った。厳しいマークもあって14試合本塁打なしの不振に陥ったりもしたが、9月29日に30号と31号本塁打の1試合に本塁打を放ち、 2位の離脱中の中田との差を3本差に広げた。同年のパシフィックリーグでは唯一の30本塁打以上であり、本塁打王となった。日本球界1年目のパリーグでの外国人選手の本塁打王は1977年のレロン・リー、1997年のナイジェル・ウィルソンに次いで史上3人目。2014年は、 前年度の活躍が評価され、主軸として期待されたが、腰部の違和感を訴え離脱し、開幕は一軍スタートとなったものの開幕翌日に登録を抹消される。その後4月7日にアメリカフロリダ州の病院で MRI 検査を受けたところ、軽度の腰椎ヘルニアと診断され、アメリカに滞在しながら1ヶ月間のリハビリを行う見通しとなった。 7月26日にようやく一軍へ復帰したが、腰痛の悪化でわずか6試合に出場しただけで、再び登録を抹消。8月21日に対談とエヴバー工事にかけられたことが、球団から発表された。日本ハム対談後の消息はしばらく不明だったが、キューバ現地メディアによると、ヘルニアのためそのまま現役を引退。現在はアメリカに戻り、 トロントブルージェイズ参加のマイナーリーグのチームで打撃コーチを務めている。MLB 経験はないが、マイナーリーグ3年間で通算36本塁打、メキシカンリーグ3年間で通算67本塁打を誇る長打力が持ち味。選球眼も良く、メキシカンリーグ時代には2年連続でアイセドが100前後であり、オプスも1.000を超える値を記録している。 真面目で練習熱心であり、日本ハム入団当初は、日本人投手の低めの変化球に苦しんだ際には、排気を勉強したり、ミスが目立ってくると、ビデオでフォームを見直したりと修正の意識が高い。かつて中日ドラゴンズに所属していたビクトル・ディアスとは、信仰が深く、日本ハムのテストを受けることが決まった際にはディアスに、日本球界について教えてもらっていた。応援歌は、 エリック・アルモンテのものが流用されている。バナナ、エビの天ぷらと白いご飯が大好物である。また、3月上旬に初めて、札幌を訪れた際には初めて見る雪に驚き、写真を撮って家族にメールを送ったという。2013年シーズン終盤から祖国キューバへ寄贈するために、グラブやバットなどの野球用具の提供を同僚へ呼びかけており、理解を示してくれた仲間から、 多くの寄付が集まった。同年1月に亡命者の帰国について、規制緩和が施行され、キューバへの帰国が可能になっていた。8シーズン打率、315、出塁率、427、長打率、523、オプス、950、638試合、打数2194、アンダ691、2類打105、3類打3、 百九 399, 死四 41, 三心 418, 本類が 115, 打点 432, 盗塁三、ありがとうございます。